来た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 。チーニャチャンネル。こんにちは、チーニャです。今日は楽しみに楽しみに待っていたこれ。これが届きました。これはずっと欲しくて、ずっと撮影に使いたいなと思って買っていたものです。早速みんなに見せたいので開けていこうと思います。プリ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 。いくよ。ジャカ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 ジャーン。わかる？これだけでわかる？わかんないよね、きっと。また開けていこうと思います。ジャカジャカジャカ。なんとパンダの顔が届きました。パンダぬいぐるみマスク。これ口がちゃんと開くし、ここがね透けて見えるようになってるんだよね。ちょっとこれかぶってみたいと思います。これ取っとくね、一回取るね。間違って身も切らないようにピチン。いきます。3、2、1。いったー。こんな感じで。どう、似合ってる？見えないんだけど。見えないんだけど、これ全然見えないよ。カメラがどこにあるか。匂いは別にないし、大きいけどいい感じです。これでこんな格好も、こんな動きもできちゃうし、見て、頭が回るよ。あ、熱い。以上、この可愛いパンダマスクを買ったよっていう報告でした。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。かぶらせてみようと思います。じゃーん。